失敗に甘いだろ。ほら、手を取れ。
それにしても毎回突拍子もないことを考えるな。見ていて飽きないというか。ほう、スパイスが効いてるのも合いそうだな。柑橘系の。いや、それよりはもっと優しい感じだ。柔軟剤と似てるけどちょっと違ってて。わざとじゃない。お前の匂いを確認しようと思って。やっぱりお前の匂いだ。間違いない。俺からは少なくとも甘い匂いはしない。普段使ってるミストもハーブ系だし。あ、それでいい。お前の俺へのイメージで作ってくれ。参考にならないって言われても、好きなって言われたら、そりゃお前が思い浮かんで当然だろう。お前に出会ってからは全部の好みが変わったんだから。最後のは余計だ。してるか。なら今すぐ登録して俺に協力しろ。俺が参加してるランキングに毎日投票してほしいんだ。くすぐったいだろ。仕返しされる覚悟できてるんだろうな。お前、食べブログに会員登録してるか。なら今すぐ登録して俺に協力しろ。俺が参加してるランキングに毎日投票してほしいんだ。お前、美味しそうなものを食べてるな。なるほど、今度のレシピの参考になりそうだな。